のどかな島のようだが、やはり山には魔物が出るのだな。しかし、なんだ。気のせいかもしれないが、この島の魔物は何かを守ろうとしているような、そんな気がするのは気のせいか。気のせい。魔物なんてどこも変わらない。ごめんね。うちのスツルム殿は鈍感だから、そういう細かい違いとかは。えっだ！どうしてドランクさんは刺されそうなことをわざわざ言うんでしょうか。さあね、刺されるのが好きなんじゃないの。でも初めて来た時は慌ててたから気づかなかったけど、この島からは強い力を感じます。青少獣とはまた違った古く強い力が。しかし、どうだ、ビー、何か力を感じたりは。いや、懐かしい感じはするんだけどよ。それ以上は、オイラ何にも。そうか。その、すまねえ、オイラ、その。おいおい、どうした？らしくねえじゃねえか。別に B が謝ることは何にもねえよ。けどよ、オイラ実はその。おっと、悪いな。話の続きはこいつを片付けてからだ。よく戻ったな。長いことろくに連絡もよこさねえで。村があんな状態の時に出て行ったから心配してたけど、立派にやってるようで何よりだよ。まあ、あの親父さんの子供だからな。島に留まってるより旅をしてる方が合ってるのかもな。 B ちゃんは変わらないね。島を出た時よりちょっとトカゲっぽくなったかい。だからおいらはトカゲじゃねえっての。それだよそれ。やっぱり B ちゃんは変わらないもんだね。君はこんなにも村の住人たちから慕われていたのだな。それを私が巻き込んで無理やり島から連れ出してしまって。そうか、やはり君は優しいな。そう言ってもらえると少しは私の気持ちも軽くなるよ。さあさあ、気空団の方々も長旅お疲れでしょう。何もない村ではありますが、どうぞ今日はゆっくり休んでくださいね。あ、いえ、その、
私たちには急ぐ理由が。ま、こういう歓迎を無下に断るってのも失礼ってもんじゃねえのか。あ、ねえねえ、それなら先に B たちのお家だけ見せてもらいましょう。もしかしたら何か封印に関する手がかりがあるかもしれないじゃない。オイラとこいつの家に？ちょっと思い当たらねえけど。そういうのは意外と当事者は気づかないもんなの。さ、案内してちょうだい。待て、何か様子がおかしい。なんだよ、様子がおかしいって。別に普通の家だろ。家はな。しかし中から人の気配がする。あ、嘘だろ。オイラたち以外に誰が。まさか親父さんが帰ってきてるのか？ B 君、待つんだ。 B 君、やあトカゲ君、お邪魔してるよ。お前、あなた誰？おっと、君がそれを聞く。ま、覚えてなくても無理はないか。覚えて、じゃああなたは私と。立場も変わったからね。改めて名乗らせてもらうよ。僕の名前はロキ。かつてこの空に降り立った誇り高き星の民の生き残りであり、エレステ帝国初代皇帝のロキだ。よろしくね。星の民でエレステの皇帝だと。おいおい、嘘は良くないな少年。僕たちだってね、何も知らないわけじゃないのよ。エレステ王国から続くエルステ帝国の皇帝になれる血筋なんて、もうオルキスちゃん以外には。それはどうかな。君が言っているのはオルキスの母方の血筋のことだろう。エルステ王国最後の女王の夫オルキスの父親ビューレイスとは僕の兄さんさ。これなら僕にもエルステの皇帝になる権利はあるんじゃないかな。オルキスちゃんのお父さんの？それって？私の、おじさん？そうだね、その通りだ。でも、オルキス？僕は君が大嫌いだ。二度とおじさんなんて呼ばないでおくれよ。ったくよ、ロキ！お前は話が長えんだよ！ああ、ごめん。この子の紹介を忘れてたね。この子は僕のペットのフェンリル。青少獣のフェンリルだ。ちょっとしつけがなってないところは多めに見てくれると嬉しいな。ち、そんなのどうでもいいんだよ。それよりロキ、こいつらは食っちまってもいいのか？まったくもう、フェンリル、お前は食いしん坊だな。もうお腹が減ったのか？うるせえ！てめえの話が長えんのが悪いんだよ！仕方ないな。それなら、外で適当に食べておいでよ。餌ならそこら中にいるだろ？いいのかよ！あ、構わないよ。もともと閉ざされた島の村だからね。
村が丸ごと消えたところで誰も気に留めやしないさ。村が丸ごと？貴様、まさか？そういうことなら遠慮はしねえぜ。消えた？今のは？フェンリルが食事を始めたみたいだね。おっと、礼儀正しくするようにと言い忘れちゃったな。おいおいおい、このガキどういう神経してんだ。とにかくやべえ、すぐに村の奴らを助けるぞ。俺の邪魔をするんじゃねえ。君の力となろう。滅びを与えよう。舐められたものだな。このままお…貴様、覚えてろよ。この勝利は次の戦い…するってんならてめえから食ってやろうか。何を言われようとこの場を譲る気はない。そうかよ。じゃあてめえが今夜の前菜だ。フェンリル、フェンリル、ダメじゃないか。そういう短絡的なのは良くないよ。彼らは敵だ。ただの餌じゃない。楽しまなくっちゃ。楽しむだと？てめえ、とことん腐ってやがるみてえだな。いいね、それ、それだよ。こういう言葉のやりとり、すっごくそれっぽいよ。フェンリル、君もこういうことを楽しまなくっちゃ。ほら、何か挑発でもしてごらん。ロキ、てめえ、俺のことまで落ちくってやがんのか。フェンリル、いけないな、そういう態度は。いいかい、フェンリル。僕が、この場を、楽しめと、言っているんだ。あなた、一体何が目的なのですか？どうして私たちの前に？挨拶。それと、先生かな。僕は君たちの、この空の敵だ。だから、末永くよろしくね。敵？敵ですか？では私たちもそれ相応の応対をする必要がありますね。そう来なくちゃ。さ、フェンリル、仕切り直しだ。フェンリル、君に必要なのは物事を楽しむ余裕だよ。今度は存分に楽しむといい。け、いいんだよそういうの。そういうのはロケ、てめえの分担だ。俺は腹いっぱいになりゃそれでいい。今度こそてめえらの喉笛食いちぎってやる。俺の邪魔をするんじゃねえ。君の力となろう。滅びを与えよう。舐められたものだな。このまま押し切る。ぶっ殺せない。目障りなの。ぶっ潰してやる。結末はもう決まっている。塩というものは来るものだ。
敵にも味方に。おい、ま、我が誇りにかけて。おい、嫌がったな。剣にて魔をかけ、しばらくマック。どうか私に力を。ごめんなさい。そう覚えてろよ。この勝利は次の戦いの邪魔だ。この鎖外せ。ダメだよフェンリル、それは必要なものなんだから。それにこうでなくちゃね。君たちは僕の敵なんだから。相変わらずだなてめえは。腹も膨れねえのに何がそんなに楽しいんだか。さてととっても楽しませてもらったし、僕たちはもうそろそろ行くよ。そうそう、最後に一つ忠告だ。みんながみんな僕みたいに気が長いわけじゃないからね。あまり悠長にしているとせっかく守った大事なものを結局失ってしまうかもしれないよ。なんだと？おい、そりゃどういうことだ。どういうことだろうね。さあ行くよ、フェンリル。ったく、一体何だったんだよ、あいつら。挨拶と宣誓。本当にそのためだけに、私たちに会いに来たみたいですね。星の民がエルステ帝国の皇帝か。やれやれ、とんでもねえことになっちまったな。奴は執拗に私たちの敵であると言っていたな。ということはおそらくこれが奴との最後の開口ということもないのだろうな。